はい、さあというわけでございまして、今月も北川先生にシステマを教えていただいております。本日は何を、はい、はい、内側のリラックスっていうのをやろうと思います。内側のリラックス、はい、内側のリラックス、今までは腕とか肩、うん、まあ、体全体のリラックスはありましたけど、うん、内側っていうのはどういう、内側っていうのはもう内臓と思ってください、はい、内臓をリラックスさせる、うん、そうです。ほう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 、結構リラックスっていうと外側のね、さっき南川さんがおっしゃったみたいに、はい、筋肉の方にフォーカスしちゃうんですけども、はい、筋肉っていうのは結局体の外側についてるじゃないですか。外側についてる、はい、そうそうです、体の方は、うん、だからインナーマッスルって言ってもやっぱりどっちかというと外寄りなんですよね。ああ、なるほど。だから、まあ、要は例えば体幹鍛えるとか、うん、インナーマッスル鍛えるっていうのも結局は外側やと、うん、本当の内側ではないと。そうで、内臓の方が内側にあるじゃないですか。当然そうですよね、うん、当然そうです。だから内臓はこう筋肉とかないですけど、リラックスってどういう風にね、はい、リラックスっていうのはリラックスするとその血管がねわって緩んで開くわけですよ。はいはいはい。そうするとそこに新しい血が流れて、はい、で新陳代謝が盛んになると。はい。あとは緊張っていうのは、はい、筋肉っていうふうに考えると分かりづらいんですけども、はい、システマの場合は固まってるっていうふうに思ってください。ほう、固まってる、うん、だから肝臓とかも近すごいなんかダメージを負ってくると肝硬変が固まったりとか、はい、ああなるほど。あと動脈とかも動脈硬化って動脈固まっちゃったりするわけじゃないですか。はいはいはい。だから内臓もこう使い方まずかったりとか疲労でもって硬くなるんですよね。ああなるほど。じゃあ結構かなり健康的にも、はい、身体の操作的にも、うん、内臓のリラックスは必要だということです。そうです。でもどうやってやるんですか、うん、まあ、やり方としては、はい、こうお尻から息を吸うようにして、お尻から、お尻からお尻から息を吸う、肛門です。肛門から、はい、肛門の呼吸ってことですね、うん、そうそうそう肛門の呼吸ってことですね。先生が言ったんで、その先生が言ったんで言いました。でもリアルにそう教えるときはそういうふうに教えますもんね。そう、はい、まあ、こうお尻を締め上げるというのは結構ヨガとかでもね、いろんな呼吸法とかでも若返りとか胸筋法みたいな感じでよくあるんですけど、ああなるほど、システマでもまあ一応やるはやるんですね。そうなんですね、うん、まあ、そのイメージってことですね、うん、あもう具体的にです。あ具体的にですか。具体的にです。あ具体的に空気を吸うってことですか。あイメージ的にまず空気を吸うんですけども、実際にこう動作を具体的に、ああ具体的に、うん、こういうさらにこのお尻の筋肉は固めたくないですよ。あ、え、このいわゆるここの筋肉をグッと固めてグッとやるんですか。じゃないですね。ここは関係ないから、はい、内側をリラックスしたいから。内側、うん、そうそう、内側か、はい、で、内側をシステマ のリラクセーションの特徴として一回力ませたその反動でリラックスさせるんですよね、はい、おお、なるほど。だから今やるまずやるのが内側にグッと力が入るようにしたいんですよ。逆に力ませるとグッと、はい、でその反動で深いリラックスが来るかな。ああ、はいはいはい、うん、ワッとなるとグッとなったところもワッとなった、はい、うん、それを内臓でやるんですね。あ、これを内臓でね、うん、そうかそうか。でやり方としては、はい、このお尻の筋肉を力ませないで、力ませないで肛門をグーって引き上げる、肛門をグーッと息を吸ってる感じで、うん、はい、でグーッて引き上げる。でそれをそうすると下からうわーって体の中に圧がかかるから、はい、それがどんどん上まで伝わってって、この内臓全体がうわーって上に、こう内臓が、そう、この辺がこの肩のところがもう体のこう内側空洞があるわけですよね。はい。そこの天井みたいになってるわけですよ。天井で。うん。そこにもう全部ぐわーってもう押し付けるような感じで上げてって、はい、それを息吐きながら落としてる。でも、なんとなくわかります。内臓がドンと上がって落ちてる感じはあります。はい、これ合ってるんですか。合ってます。あ、なるほど。でもこれはちょっと、あんまり私生活で普通に生きてたら感じない感覚ですよ。うん。それやらないですよ。そうですね。うん、で、内臓っていうのは、はい、もうこう腸とか肝臓とか全部合わせたら、多分何十キロであるはずなんですね。体の割合的にはどうですかね、うん、確かに何十キロありますよね、絶対に、うん、
でそれが上下して、はい、ワッと上がってガンと起こったりするわけだから、はい、だからそれが体の例えば 手とか足の動きに与える影響っていうのが馬鹿にならないんですよ。はあ、なるほどね、うん、そりゃそうですわ。ちょっと肛門の呼吸でちょっとふざけてるのかなと思いきや、ちゃんとした理論なんですよね、うん、確かに体を動かすにはこの内臓の動きを無視してはいけないということですよね。そう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 、言ってしまえば、あ、はい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 、なるほど。例えば、うん、内臓をちょっと軽くね、こう持ち上げておくと、はい、重心が上に行くから、重心に行くから、そうそう、足元が軽くなるのが分かると思うんですよ。あ、そうするとこれはこう走ったりとか、はいはいはい、ジャンプしたりするっていうのにちょっと向いた動きになってくるんです、はい、なるほど、こう上に行ってますからね。そう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 、確かに軽い感じします。軽く胸のあたりまで持ってきて、はい、でそれを今度こうずしんと落とすようにすると、そう、足元が重くなって、はい、例えばこう綱引きをするであるとか、はい、そういった足元をバーンと踏ん張りたいときに、はい、不適した状態になる。いや、特にその MMA とかだとタックルされてもグッと落とせば、うん、なかなか倒れないとか、うん、そういうようなことでもあると思うんですよね。そうそうそう、まさに身体操作ですね。そう、だからそれを外側の筋肉だけでやると、はい、筋肉の緊張とリラックスだけでやるところが、はい、内臓も動員されることで、ほう、それも重さがすごいかかるっていう。あ、なるほど、うん、確かに内臓のこと考えたことなかったですね、うん、内臓のリラックスも大事だったよね。はい、大事です。で、これをこう、まあ、上にして下げて、そう、落とす。で、これを何回もこう繰り返すことで、何回繰り返す、はい、うん、でこう上下にこう振動するわけですよ、はい、まあ、細かいやり方いろいろあるんですけども、はい、でまあ、大枠としてはこの内臓をグーッとお尻から息をするようにして引き上げて、でそれを落としていく。であとこう引き上げた時に、はい、いろんな肩とかね、外側の筋肉の緊張も生まれちゃうと思うんですよ、はい、あ、生まれますよね、確かに、そう、で内側をバーッて引き上げたまんま、はい、外側を緩める。内側だけが上がった状態にして、そこからドーンと落とす。これはこの出た時に当然こう肩とか肩があるじゃないですか、うんうん、するじゃないですか。それを緩めるっていうのはどういう、なぜ緩めるんですか。別に緩めなくてもいいようなところを緩めた方がいいって、うん、それは内側だけをコントロールできる。ああ、そういうことか、うん、そういうことですね。なるほどなるほど。内側と外側の緊張がくっついちゃったってことなんですよね。はい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 。だ、それをバラバラにしちゃうんですよ。あ、でバラバラにすることで、はい、逆に連動性が高まるんですよね。お、内側は内側の仕事、外側は外側の仕事っていうふうにちゃんと切り分けるから、はいはいはい、ちゃんとそれぞれが仕事するようになる。そうすると全身の連動が高まる。じゃあずっとこうやっていくと、うん、もう内臓だけがこうぐぐぐ動かすようなことができる。あ、もう全然できます。すごいですね。で、内臓の例えば肺だったら肺だけ上げて落とすとか。肺だけ上げて落とす、はい、肺だけ上げて落とす。そう、肝臓だけ上げて落とすとか、腎臓だけ上げて落とすとか。ほう、じゃあ、ね、できるんですよ。ちょっとトグロアニメみたいな漫画の世界ですけど、でもそういうイメージで言うとそういう感じですね、うん、でもイメージじゃなくて実際にこう動かしてるという、物理的に、うん、だから、はい、もう内臓重いから肝臓だけでも何て言ってあるんですよ。はい、そうですそうです。でそれが上がって落ちるっていう、その衝撃が出るんですよ。ああ、なるほど。でも、あ、なんとなく今イメージですけど、こう、はい、あれとか、うん、この、まあ、ここは何ですか、ここは、この辺は肝臓が、肝臓をこう、イメージで、上げて、うん、ストンと、そうそうそう、悪くないですよ。悪くないですか、うん、例えばちょっと面白いのを実験として、はい、ちょっと内臓軽く上げときに、はい、で、ちょっと僕を後ろから持ち上げてもらっていいですか。そう、持ち上げる。うん、そう、グーッとなるじゃないですか。はい、わかりました。で、こう、あ、そのまま固定してみます。あ、どうぞ、持ち上げたまま。持ち上げます。で、僕は内臓落としますもん。はい。あ、うん、おーおーおーあ、おーおー、うん、ちょっと今、マジジャガ製造かなと思ってさ。めっちゃ重たくなりましたけど。うん、これ内臓の重さ。でも本当に、触ってるからわかりますけど、内臓がグワンってなった、感触でわかりました。うん。で、グッと重たくなりましたし。うん、不思議っすね。うん、まあ、なんかどうする。だからね、ほら足ついてないから、はい、筋肉とかあれこれやって、まあそんなに変わらないんですけど、はいはい、内臓ガーンみたいな。じゃあこれはもう体のコーディネーションでこう
筋肉鍛えてる人をより言いたいですね、うん、内臓を持ってこう動かすよとか、うん、内臓を動かしていいですよ、本当に、まあ、本当ですね、うん、なるほどね、だこう練習としてはこう上げて、それこう肛門から空気を吸って、そうそうそう、上げてこう吸って、で吐いて、ずっと落とす、でその内臓の重さが感じられるようにする、でそうすると何がいいかっていうと、はいはい、あの呼吸の力が増すんですよね。呼吸の力が増す、うん、ほうほう、呼吸法ってのはシステマのすごい核といえる、まあ、技術っていうか、そうですよね、まあ、やり方なんですけども、はい、だから内臓が動くっていうことは、はい、この横隔膜が自由に動くっていうことだから、はい、だからそのより呼吸が深くっていうか自由にできるようになるんですよ。あ、はい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 、横隔膜はかなり重要なんですか。そうですね、まあ、呼吸をするときに使うところで、そうですよね、これが例えば腹筋とかにグンって力入れながら、はい、こう深呼吸したら多分無理だと思うんですよ、うん、はい、これは固まっちゃってるから、はい、そうじゃなくて力を抜いて、はい、抜くとこう深呼吸もしやすいじゃないですか。そうですね、ちょっとすみません工事中で申し訳ないです、隣が、ね、解体作業中でちょっとこの時間しかなくて申し訳ない、そこは本当すみません、聞こえづらいかもしれませんけど、そう、ね、あとはこういうのはストライク受けるときにもすごい関係あるんですよね。ストライク受けるときも、うん、だからこの内側の内臓とかが固まってると、はい、そこのところに衝撃がパン溜まってダメージ受けられるんですよ。そうですね、うん、そうですね、そこはちょっと内臓が柔らかいといいますか、リラックスしてるとなくなったときにこうその血管が破裂するんですね。そうそうそう、あ、うん、なるほど、だからウォーターバッグ投げてるみたいな、はい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 になってくる。確かに、なんか、システムマスターって言われてる人も、なんか、こう殴られてる映像とかも、体の中、液体みたいですもんね。そうですね。できてきますよ。ほう。こうパンチをしてきてもらって、はい、ね、うん、こうやって、そう。こ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 う。あ、うん、内側にこう刃文みたいな感じで、そういう感じで、はいはい、感じ、すごい柔らかいですけど、うん、でもなんかこう効いてる感じがしますね、うん、でそれをこうやってこうパンチしてきてもらって、はい、でこれ手に持ってくるんですね。手に持ってくる、うん、こうやって波が伝わってきて、それを手に持ってくる、はい、こうやって手に持ってくる、でそれをこうお返しっていうかしたい、やるならやっとやる、あ、この内臓の柔らかいこの呼吸を持ってして、その衝撃を手に伝えると。そう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 、はあ、はい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 、今全部南川さんが南川さんの歩いたんですよ。あ、今僕が帰ってきたってことですか。そうそうそう、だから3、4回分ここにチャージされてる。それどうしたか、内臓は向こうチャージできるわ、すごい、うん、すごいチャージできるってことですね、うん、ああ、なるほど、そこでこう確かにこの、システムでよくあるこうボーンなんかのこの打撃のキャッチボールといいますか、うん、そこにこう内臓の動きも加算されて、呼吸も加算されて、そうです、動いていくと、うん、これは勉強になりましたね。だからリラックスに詰まってるっていう人がいたら、はい、この内臓を動かして内臓の緊張とリラックスやっておくと、はい、一段上のリラックスが得られるんじゃないかなというふうに思います。かなりちょっとレベルはちょっといつもより上がってますけれども、うん、でも内臓のリラックスは必須ですよね。そうですね、確かに。でこれを、まあ、上げて下げて上げて下げて、うん、で、まあ、例えば肺だけ上げたり下げたりとか練習してて、うん、あとはもうちょっとバーストブリージング的にもこうやっていって内臓をどんどんシェイクしていくといいますか。そう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 、そういうのが一番いいです、うん、でこう呼吸ですね。でそうすると呼吸を断続的に今の練習を上げて下げてっていうのをちょっとじゃあ続けると、はい、こうやって繰り返すんですね、はい、でそれを呼吸でもってやっていくと、はい、この呼吸が生み出した振動が、はい、こう両手と足に伝わってくるのが分かると思います。ほうほうほう、呼吸がもうこの振動が、うん、手足に連動していくと。
そうです、伝わっていくと動きが、うん、はあ、はいはい、そうです、でそこ、その連動を使ってストライクであったりとか体を動かしていくっていう動作につなげていくと、そうです、その振動を通じて全身を一つにしていくんですよね、はい、はいはい、で、ああ、そうか、つなげていくっていうのが、そう、その初期の段階として内臓をまずリラックスしていくっていうのが大事とか、うん、はあ、なるほど、わかりました、はい、今日はめちゃくちゃまたさらにシステムは一歩上達できました、しました、北川さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、また次回、はい、お会いいたしましょう、はい。